はい、たくさんの皆様お待たせしました。今日はですね、先週5月19日の1レースで見事初勝利を挙げたマユユこと鈴木マユ騎手の、初勝利お祝いセレモニーやったぞマユユやりたいと思います。はい、まずはですね、レースの時間もあるので、まず最初にコンパニオンの方から花束の贈呈を行ってから、進めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあやっぱりですね、そうですね、最初なんで初勝利の時の、感想を聞きたいと思います。初めて勝った気分はどうでしたか？ホヤラに助けてもらって勝てた一勝だったのでとても嬉しかったです。なんかですね、ゴールの瞬間に何かを、まあ、叫んでいるような感じの顔だったんですけども、あれは何を言ってたんですか？覚えてないです。なんか馬に感謝とか言ったって言ってましたが、あれはどうだったんですか？ありがとうみたいなことを言いました。はい、初勝利のことはご家族とかお友達にはもう伝えましたか？なんか言ってました？はい、喜んでくれてました。なんかね、初勝利以降もいろんなテレビとかに出てきてね、地元に戻って初勝利の報告をしたりとかね、いろいろやったんですけども、忙しくないですか？はい、大丈夫です。はい、まゆゆさっきのレースで出遅れたって言ってちょっと落ち込んでます。ファンの皆様ちょっと盛り立ててあげてください。はい、さて、まあ一勝ね、同期の中では8番目の、初勝利となりました。どうですか、ライバルたちにちょっとだけ早く勝てました。この辺はどうでしたか？嬉しいです。お、ちょっと元気になった。はい、さてではですね、一つ勝ったということで、まあ騎手の固めがいたということでね、騎手としての、一歩をまた踏み出しました。全国の、あとは世界のファンに向けて、ちょっとかっこいいことを言ってください。まだまだ馬に遊ばれて下手くそですが、飽きずに応援してください。よろしくお願いします。飽きずに応援します。さて、どうしようかな、先に写真の方から花束。はい、では先にですね、この今マユユが持っている花束をファンの皆さんにプレゼントしたいと思います。今日は上手投げで投げるなと言っておりますので、皆様そばに寄ってきてください。そっとね、可愛く女の子っぽくね。はい、いや、はい、力強いです。はい、続いて、前回の初勝利の時の、写真にですね、マユユのサイン入りの、初勝利記念写真があります。ちょっと数が限られてますので、なるべく皆さん前の方に、欲しい方はアピールしてください。ちなみにそのサインのマユユの顔ですが、少し髪が伸びてます。こっちで終わりそうだな。こっちいっぱい待ってるんだけどな。まゆゆ、こっち、まゆゆ、ああ、まゆゆ。